お母さんと渚が来てくれたら賑やかになると思うの。うちには子供もいないし、渚の日本語学校も手配できるし、もしこっちの大学に編入する気になったら一緒に手伝えるし。新幹線の時間があるからそろそろ帰るわね。お母さん考えといてね。大丈夫、あなたたち夫婦が心配してくれるのはありがたいし嬉しいけど、でもあなたにはあなたの生活があるのよ。それにね、私はこの家が好きなの。この家のことは私が何とかするから、心配しないで。渚のことまでありがとう。またすぐに来るわ。無理だけはしないでね。いただきます。いただきます。海を望む高台の古い一軒家、夫の四十九日を終えた絹子は孫の渚と二人で暮らしていた。来てたのね。ただいま。今日泊まれるの？そうしなさいよ。そうしなさいよ。あしかし考えられません、この家を売るなんて。お母さん、なぜこの家に帰らなかったの？姉さんもお母さんたちもお互い意地を張ってたのね。ごきげんよう。ごきげんよう。もし私がこの家から離れてしまったら、ここであった家族の記憶やそういうものすべて思い出せなくなってしまうのかしら。絹子さん。おばあちゃん。あなたはいつもそう、肝心の時にいないのよね。限りある人生の中で人は何を受け継ぎ何を残してゆけるのでしょう。お母さん最後に日本語でごめんなさいって言ったの。だから私ここにいるの。渚。椿の庭。